はい、どうも、カフカです。よろしくお願いします。行きつけの C 社バーの話なんですけれども、結構そこ行くとあのマスターとか常連で来てるお客さんも面白い人が多くてですね。渋いんだよな、してるけど。この間、ちょっとあのポケモンマスターに出会ったポケモンマスターのお店で。マスターはマスターでもマスターはマスターでも、マジか別のね。で、その時あの C 社バー、深夜もやってるんで、深夜に俺とマスターと、あと常連さんがもう一人いたのね。で、その時に、まあ、マスターもちょっと若いんだけど、まあ、30歳ぐらいの、ポケモンの鳴き声クイズっていうアプリを、入れてまして、スマホにちょっとこれを3人でやりませんかっていうように、提案してきてね、じゃあやりましょうっていう感じになったの。やるんだ。やるやる。で、鳴き声、ポケモンの鳴き声って言ってもピカチュウとかそんな分かりやすい鳴き声じゃなくて、初代ゲームボーイのもう電子音がそのまま流れてくるみたいな、ジーズーとかケベロンみたいな感じのが流れて、さあどのポケモンの鳴き声でしょみたいな4択が出てくるのね。そこから当てるっていうゲームをしたんだけど、もう俺とマスターも全然わかんなくて、聞いても全然なんか特徴とかも全然、鳥なのかネズミなのかみたいな、さっぱりわかんない中、もう一人の常連さんは100発100中で当ててくる。鳴き声を当てると出すと、もうこれニョロゾですねとか、これケーシーですねとか、ケーシーはこれポッパラライフとか、まあなんかそういうのにパッ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 と当ててって、なんかもう4択もいらないんじゃないかっていう、その人あって、ちょっとスマホ画面見ずにやってみてくださいって言ったら、あの初代ポケモンなんで、まあ151匹、151匹分の1を音だけで当てるの、鳴き声だけで当てていって、もうなんかちょっとずっと外れなしで50問ぐらいいって、もうちょっとすごすぎて俺もマスターもちょっと引き始めてきたんだけど、でその人が1回だけ迷ったのが、ちょっとリザードンかサイホーンで迷ってます、なんかほとんど同じ鳴き声なんですっていうふうに言ったんだけど、あの結局はまあなんかちょっとなんか大地の音が聞こえるみたいなことを言って、サイフォンって言ったら正解っていう感じで当ててるんですよ。で、まあ、確かに本当に聞くとほとんど同じ鳴き声なんだけど、これ後でちょっと気になってネットで調べたの。で、まあ、ネットでも確かに人間にはほとんど同じ鳴き声に聞こえるんだって、そのサイフォンとリザードンは聞こえて、聞こえるんだけど、実際機械的には違う音声で、ちょっとそれをリザードンとサイフォンの鳴き声を分析してる動画があって、その波長を目に見せてくれてんの。で、パッと見同じなんだけど、本当にあの波長の図を拡大すると、ほんのちょっと違ってる。もう絶対人間に判別できないぐらい。それをその常連さんは判別したんですよ。それがポケモンマスターと言わずして、何がポケモンマスターでしょうか。もう確かに確かに。なんてもんに能力費やしてんだよ、そっちも。はい、以上です。